広島県と山口県の県境を流れる小瀬川で毎年恒例の花火大会が開かれ、親子連れなどおよそ2万人の観客でにぎわいました。広島県大竹市と山口県の和木町は小瀬川の豊かな水の恩恵を受けて発展してきました。大正時代に始まったと伝えられるこの花火大会は、小瀬川への感謝と祈りを込めて行われる地域の一大イベントです。コンビナートの企業も水を使いますし、市民も使う、あらゆる形の恩恵を被ってますんでね、まあ、非常にそういう意味ではここの川を和木町とこの大竹市でやっぱり共同でやるということは非常にその意義あると思いますね。この日は人気アーティストのヒット曲などを BGM に1500発の打ち上げ花火や小瀬川の川幅ほどもある仕掛け花火が披露されました。こちらは大竹市の市制施行60周年を記念して打ち上げられた花火です。大好き大竹をテーマに色とりどりの花火が打ち上げられました。見物に訪れた人たちは家族や友人と一緒に楽しい夏のひとときを過ごしていました。いやすごい大きくってびっくりしました。思った以上に、バックミュージック誰がチョイスされてるのかなと思います。感動が増しました。素敵でした。もっともっと花火の数が多くなることを期待しています。来年も花火見に来ます。